はい、どうも菊田です。今回はですね、男性注意、女性は広告ビジネスに向いているっていう話なんですけどね。まあね、この男性が見たか、男性がね、これを見た方はね、おやっと思ったかもしれませんけれども、まあ僕のことをね、知らない方は あれだと思いますけど、まあ、結構ね、広告系のビジネスをやってるんですよ。メインはコンサルタントとか経営なんですけど、どちらかというと今度インターネット上とかでこう広告を出す、まあ、メディアを持って何個か持ってたりだとか、まあ、自分専用の個人の名前でのこの、情報発信だとかっていろいろやってるんですけど、まあその中でやっぱ思うのが、女性の方がやっぱ広告ビジネスすごく合ってんなというか、すごく向いてるなって思うんですよ。まあこれね、勘違いしてほしくないのが、男性の人が向いてないってわけじゃないんですよ。そういうわけじゃないんですよ。ただ女性の方が結局広告とか出す際、自分から作り出す際に素材を今まで結構見てるっていう話なんですよ。まあ、これどういうことかっていうと、やっぱね、今後ね、こうお店をやってるとかで、こう自分でデザインしたいだとか、ホームページ、ブログ、なんかを出したいとか、更新してるだとか、それでこうお客さん集めたい、新規顧客集めたい、まあ、利用してる方とかに、ユーザーさんにもっと熱くこうファンになってもらいたいとか、そういったね、ものでこうやっぱり情報発信するじゃないですか。まあ、ビジネスされてる方とかね、普通にも芸能人の方でもいいですよ。でも結局女性の人の方がやっぱり広告ってなるとやっぱりね、強いなって思うんですよ。なんでかっていうと、男の人とね、女の人のね、この雑誌の見方とか広告の見方とか本の見方がね、結構違うんですよ。これビジネス書とか小説とかって文字だけのもの、こう縦にこうね、箇条書きじゃないけど、まあ並んでるストーリー構成のものとは別で、こう雑誌とかの本当広告、宣伝とかセールス文とか、まあ僕らの業界で言うとセールスレターとか、そっち系ですよね。その時に女性の方がね、こうやっぱり雑誌って男性よりね、女性の方がやっぱりね、いっぱい見るんですよ。で、見る時に観点があって、女性の脳みそって基本的にいろんな色彩とかバランスとかってこう男性よりもね、僕ら男よりもすごく多くの情報を取り入れるんですよ。例えば簡単な話、僕って花とか全然興味ないんですよ。花とか全然興味ないんですけど、やっぱ母親とか兄弟とか姉がいるんで、例えば彼女とかでこう普通に女友達とかでもこう結局、お花やってるとか、ちょっと花を見た時のこのなんていうかな、乾燥度合いというか、ここがどうのこうのっていう、そんなとこも見えてんのみたいな感じのとこ発見あるんですよ。すげえなと思うんですよ。すげえと思って呆然としちゃって、面白くないみたいな感じで聞かれることもあるんですけど、なんかもう唖然としちゃって、そんなとこ見えてんだみたいな。でこういうことがすごく大事で、もう広告とかってもうその色の出し方、その文字の色だとか、そこに写真を載っけるだとか、女性誌なんかでもそうですけど、こう雑誌をペッてめくった瞬間になんかうわっってこう思う、立ち止まってしまう、このページ見開きとかあったりするじゃないですか。あれってやっぱりね、一つ一つもう文字の大きさから、その列とか開いた時にどう読むかとか、どの大きさにしたらいいか、どの字幅がいいかとか、どの場所でどれぐらいの大きさで、どの角度でこの写真入れるかとか、もう練りに練ってるわけですよ。はっきり言ってお金で言ったら、ページパッて開いた時に何百万とかかかっては、何百万って失礼かもしれないですけど、1000万ぐらいかかってるわけですよ、あんなもんはね。
すごいそれだけのお金と労力と時間をもう詰め込んで、あの一つのたったペラ、僕らが買ってからペラペラってすぐにめくっちゃうようなページができるわけですよ。でもああいうページを見て何度もこう見てる人、例えば服とかでもいいし、習い事でもいいし、そういうので結構趣味で雑誌とか買ってる人いるじゃないですか。そのもう本当に料理本とかでも、結局料理本とかでこうなんか下の方とかでこう広告とか載ってるやつとかって、男性と女性だったらどれが一番見てるって言ったら、やっぱ女性の方が見てるんですよ。だからああいうコピーというか、その配色とか配置とかのデザイン構成ってなると、女性の方がやっぱりね、広告ビジネス合ってるなってやっぱ思うんです。いや、これは間違いなく、もちろん男性の場合、男性にもね、じゃあ男性って広告ビジネス向いてないのかっていうか、そうじゃなくて、男性の場合はちょっと羅列とか文章がパッとこう目に留まるような内容じゃなくても、一度自分が興味あって開いたものだったら、結構事細かに見るんですよ。事細かに見る。最初絵として見ないで、もうそのまま文章として、どこにどの文章があるんだって探して、それをじっくり読むんですよ、男性って。まあ外見より内面重視っていう形なんですよ、脳みそがね。もうこれ仕方ないんです、脳みそがそういうふうになってるんで。でも女性とかって最初外見のその配色バランスっていうところですごく多くの情報を取り入れるんで、広告を作らせた時に、さあいざ、まあそういう仕事をやってないっていう男性と女性、やったことがないっていう女性と男性を並べて、じゃあいざ広告を今思うように作ってくださいって、こういう商品があります、この商品を売り出すための広告を適当にパッて作ってみてくださいって、まあいろいろね、鉛筆とか、その色鉛筆、筆とか、そのカラーペンとかって用意させて、パッて作らした時に、やっぱね、女性の方がパッと目に浮かぶようなね、一回こう止まってしまうようなものを作るのよ。なんでかっていうと、それだけ雑誌見るから。広告雑誌なら、その雑誌とか結構見る。で、景色とか花とか見た時の色彩を取り入れる能力すごく高いから。やっぱそういうものを多く結局蓄積してるのよね、情報や経験値っていうのを。知らず知らずのうちに、もうそれ特性だから、もともと持ってる。だからそれを作らせてる。ただ止まる。ただ今度、文章力とか内容の有無っていう濃さって言っていくと、今度ね、読んでみたら男性の方がちゃんと整理せあの淘汰された書き方されてて、内容がはっきりしてて、知らない人、その内容やじあの専門分野のことがわからない人でも、理由とかその意味合いとかを事細かに書いてくれてたり、内容が優しいというか、素人にも分かりやすい説明構成になってるのは結構男性の方が多い。だから書物とか、その書籍とかを書く際の文章のコピーで言ったら、男性の方がストーリー構成とかやっぱり上手なんですよ。やっぱ難しく説明するっていう分野においたら男性の方が上手だけど、広告ってなると一回目に止まらなくちゃいけないっていう、そのデザインとかになってくると、やっぱ女性の方が向いてるっていう話でした。なので、まあこれ聞いて女性の方は、で例えば広告系のビジネスとかでやり始めたとか、今お店やってる、起業したいとか、今お仕事でそういうプロジェクトとかあるって思った時に、改めて、ね、なんか向上していくためには、逆に女性の場合は文章のものを結構読んだら、ストーリー構成とか説明力っていうのがつくんで。デザイン力って案外ね、自然とね、まあ、雑誌とかよく読んでる人とか、は案外デザイン性っていうのは磨かれてるんで、感覚的にね、うまくいったりするの。だけど内容が薄っぺらかったり、説明が足りなかったりすることって多いのよ。やっぱ男性女性と喋ってても、やっぱそんなもんって結構あるから。だから文章力、説明力、文章力をつける分では本を読んだ方がいい。
字だけのね。で男性の場合は字だけの本とか結構ビジネス本とか自己啓発とかいろいろ専門書とかって読む人って多いけど、あの男性の場合は逆に週刊誌とか、そういう広告雑誌とかを、まあ、読んだ方がいい。で例えばお付き合いされてる方とかそういうのが好きで結構雑誌集めてる女性の友達とかそういう身近な親族とかいたら結構その雑誌とかあのパラーっとなもう眺めてみる。でそれもうそれを何冊も何冊も眺めてみるとねちょっとずつね感覚が身についてくるから、ぜひそういうのをね試してねやってみてはいかがでしょうかという、まあ広告系ビジネスで男性女性の、まあ、特徴とお互いの長所と欠点についてのお話でした。以上キクでした。じゃあね。